モリエールの戯曲。1664年発表。同年5月12日、ベルサイユ宮殿にて初演。モリエールが本作で取り上げたテーマは、極めて深刻なものだが、喜劇として制作されている。これはモリエールが、古典劇の規則に基づいて、喜劇と悲劇の春別を行っていたからである。当時の考えでは、悲劇とは古代ギリシャやローマの英雄 王公貴族の間でのみ起こりうる現象であって、同時代の人間を扱う場合は、必然的にその作品は、喜劇となるというのが、約束時であった。舞台はパリ、オルゴンの家から。オルゴンの母、ペルネル夫人が、息子、オルゴンの再婚相手であるエルミールをはじめ、一家の若者たちを不信心だとして怒鳴りつけている、ところから幕開け。ペルネル夫人は、 新人に凝り固まって、タルチュフを聖人君主と崇めているが、若者たちはタルチュフが偽善者に過ぎないことを見抜いており、彼がオルゴン化で大きな態度をとっているのが我慢ならない。オルゴンもかつてはフロンドの乱に際して国王のために戦った勇気と資料の持ち主であったが、現在はペルネル夫人同様にタルチュフを家族よりも大事に扱う始末であった。そこへ、 オルゴンが商売から帰ってきた。エルミールが体調を崩していたというのに、タルチュフのことばかり気にかけるオルゴン。クレアントが目を覚まさせようと思いのだけをぶつけるも、結局トローに終わってしまう。話の最後に、マリアーヌとバレールの結婚について聞くが、すでに許可を与えているにもかかわらず、のらりくらりと話をはぐらかそうとするオルゴンであった。オルゴンが、 この件に関しても変信したのではないかと心配するクレアントであった。クレアントの心配は当たっていた。オルゴンはすでに許可を与えていたマリアーヌとその恋人バレールの結婚を翻し、タルチュフと結婚せようと言い出した。絶望して固まるマリアーヌに代わって、オルゴンに気でも触れたかと毒舌を浴びせかけ、タルチュフとの結婚を取りやめさせようとするドリーヌだが、効き目がない。 マリアーヌはバレールを愛しているため、結婚には当然反対だが、同時に娘としての務めも忘れられず、恋心と娘としての立場の板挟みになって、苦しんでいる。マリアーヌはドリーヌに助けを求めるが、ドリーヌはオルゴンに何も言い返せなかったマリアーヌを情けなく、思い、見放そうとするが、 マリアーヌが自殺をほのめかしたため、慌てて協力することを約束するのであった。そこへ結婚の話を聞きつけた、バレールが飛び込んできた。二人が愛し合っているのは変わらないが、逃げ切らない態度のマリアーヌに、バレールは苛立ちを隠せず、喧嘩となってしまった。危なく関係が終わるところだったが、すべてを見ていたドリーヌの巧みな取りなしによって、なんとか、大事に至らずに済んだ。 仲直りした、バレールとマリアーヌは、ドリーヌに従って、オルゴンに押し付けられた結婚を破断に追い込むことで、一致したのだった。マリアーヌの兄である、ダミスも、妹に押し付けられた結婚に我慢がならない。ドリーヌは、タルチュフの俗物性を暴くために、義理の母ながらも、優しい愛情を持っているエルミールに頼み込んで、話を通してもらうことにした。ダミスもその場にいたいというが、 その激しい気象のために、ドリーヌに追い払われてしまう。いざエルミールと二人きりになったタルチュフは、その俗物性を存分にさらけ出し、エルミールを口説き始めた。エルミールはそれを拒絶し、オルゴンにこのことを言わない代わりに、マリアーヌとバレールの結婚を手助けするように要求し、丸く収めようとした。ところが、それをこっそり聞いていた。ダミスはやはり我慢ならなかった。 彼は、エルミルが止めるにもかかわらず、オルゴンに、ことの次第をすべてぶちまけた。ところが、新人に凝り固まっているオルゴンに、効果はなかった。タルチュフが偽善を用いて開き直り、ヘリクだった態度に出たので、オルゴンは、高潔な男だと感激してしまい、ダミスこそ、裏切り者だと決めつけて感動し、家から追い出してしまった。それどころか、タルチュフに、 全財産を譲り、マリアーヌとの結婚をさっさと決めようとまで言い出した。オルゴンにとって、タルチュフは、家族の誰よりも、大切な、友人なのであった。エルミルをくどくタルチュフ。机の下にオルゴンクレアントは、タルチュフに、キリスト教徒なら、子が親に追放されるのを黙って見ていいのか仲直りさせるべきだと詰め寄るが、タルチュフは、 私としてはそうしたいが、神がそれを許さないなどと相変わらず、偽善的な態度を示し、理由をつけて逃げていく。そうしている間にも、結婚の話は着々と進み、ついにオルゴンが結婚契約書を持ってやってきた。一堂から再び避難を浴びせられるが、考えを変えようとしない狂信的なオルゴン。それなら、とエルミールは、 タルチュフの不義を目の前で見せつけることにした。しぶしぶんながらも、言われるがままにテーブルの下に隠れ、その企みの天末を見届けようとするオルゴンであった。再び、エルミールと二人きりになったタルチュフはまたも彼女に、言い,いより、オルゴンのことを馬鹿にするなど、本性を表す。さすがのオルゴンもようやく目を覚まし、タルチュフを追い出した。ところが、タルチュフは去り際に、 この家は、俺のものだ。出て行くのはお前だなどと捨て台詞を残していった。これまでに、財産贈与や秘密を打ち明けるなどをしており、弱みを握られていることに焦るオルゴン。どうにか、手を打とうと焦るオルゴンであったが、良い方策を見出せない。そこへ、ロワイアル氏がやってきた。この家は、タルチュフのものとなっているから、今すぐ出て行けという。 差し迫った事態に何とか対策をひねり出そうとする一同であったが、そこへ今度はバレールがやってきた。タルチュフが国王に訴え出て国民の権利をないがしろにして犯人の秘密を隠匿したとして逮捕の命令が発せられたので、経理たちと共にこちらへ向かっているとのことであった。逃げ出そうとするオルゴンであったが間に合わなかった。タルチュフに引き止められてしまったのである。 バリ増減を浴びせられても平気な顔をしているタルチュフ。だが経理たちが逮捕したのはオルゴンではなくタルチュフだった。国王陛下はタルチュフの卑劣さを見抜き手配中の詐欺師であることが発覚したからである。国王はかつてフロンドの乱においてオルゴンが示した忠誠心を記憶していたのだった。こうして何もかも丸く収まり安心する一同。 バレールとマリアーヌの結婚を許し、国王にお礼を述べに行こうとするオルゴンであった。幕切れ。1664年5月7日から13日にかけて、ルイ14世は母皇アンヌドートリッシュ並びに、王妃マリーテレーズドートリッシュのためと称して、実は、愛称ルイーズドラバリエールのために、ベルサイユ宮殿にて600人を超える貴族たちを集めて、 魔法の島の楽しみなる祝祭を催した。モリエールとその劇団もこの祝祭に呼ばれ、二日目にエリード美メを、五日目に旗迷惑な人たちを、六日目に本作を上演し、最終日に強制結婚を上演した。上演された演目は旗迷惑な人たちにせよ、強制結婚にせよ、旧作のコメディバレであって、 宮廷で演じる作品としては無難な選択であった。本作について、この催しの公式記録は以下のように記している。この夜、陛下は、モリエール氏が偽善者どもを訴状にして書いた喜劇、タルチョフを上演するよう図らわれた。劇は、大変面白かったが、真の信仰によって天国への道を歩む人々と、 くだらぬ見えから善行を誇示するくせに、悪しき行為をも行うやからとの間には、たくさんの類似点があることをご承知でおられた。国王陛下は、宗教問題についての細やかなご配慮から、このように悪徳と美徳が似通って見せられるのを是とは、されなかった。この両者は、互いに取り違えられかねないし、作者の善意を疑うものではないにせよ。陛下はこの劇の公開を禁じられた。 そして、他の判断力の乏しい人々がこの劇を悪用せぬ、ようご自身もこの劇をご覧になるのを、お控えになったのである。この作品の上演を妨害しようとする動きは、上演前から行われていた。特に、女房学校以来、モリエールの作品に、反宗教的要素を見出して、彼の監視を続けていた、生態秘籍協会の面々は、水面下で、 激しい妨害工作に勤しんでいたが、結局本作は、魔法の島の楽しみにおいては、問題なく上演された。ただ、上の記述に見えるように、即日国王によって上演が禁じられた。国王夫妻は、上演を興味深そうにご覧になったとのことだが、年老いて信心深くなっていた、ルイ14世の母親、アンヌ・ドートリッシュなどは、その風刺に眉を潜めたという。 モリエールの親友であったボワローによれば、モリエールは、タルチュフを書くと、その最初の3幕を国王陛下に朗読して見せた。この芝居を置きに召された陛下が大層を褒めになった、ために、かえって、モリエールの敵方、とりわけ新人化の集団の妬みを誘ってしまった。パリの大司教、ペレフィックスは信者たちを代表して、陛下に越見を求め、 タルチュフの上映禁止を混成した。この誓願が何度も繰り返されるので、陛下はモリエールを呼び出し、彼らを刺激してはならないとおっしゃった。とのことである。ペレフィックスは、国王と関係の深い司教であったので、ルイ14世も、その誓願を無視しきれなかった。しかし、上演が禁止されたのはあくまで公の席のみでの、ことであって、私的な上演については、 何の罰則もなかったため作品の鑑賞は続けられた。そのうち彼を攻撃していたジェズイットやジャンセニストの中からも好奇心から芝居を鑑賞したがる者が続出した。完全な形で、つまり全後幕の形で初演が行われたのはこの頃のことであった。コンデ大公の館で上演されたという。戦術したように私的な上演には罰則がなかったからである。 モリエールのタルチュフ序文では、この上映禁止騒動を次のように説明している。この喜劇が禁止されて一週間後に、宮中で隠者の道化師と題する作品が上演された。国王は席をお立ちになりながら、コンデコーに向かって、モリエールの喜劇に対してあれほど騒ぎ立てる連中が、この喜劇について一言も言わないのは一体どういうことだとおっしゃった。 国はそれに応えて、この喜劇は、あの連中が気にもかけない天とキリスト教等を愚弄しているのに対して、モリエールの喜劇は彼ら自身を愚弄しているのです。それは彼らにとっては耐えられないことであるからです。と申された、1666年、国王から本作の上演に関してある程度の承諾を得た。以前国王に注意を受けたように刺激的な部分を削除し、 1667年8月5日、ペテン氏と解題して上演するも、高等法院によって、翌日、再び上映禁止となった。高等法院に請願を繰り返すが相手にも、されなかったため、最後の手段として、戦争で、フランス国内にいなかった国王へ請願書を書いて、届けさせるも、上映解禁の命は、結局降りなかった。同年8月11日、 パリの大司教、ペレフィックスにより、タルチュフの公的、指摘を問わず一切の上演を禁じ、違反者には、波紋を宣告する、胸の通告が発せられた。1669年2月5日になって、ようやく上演禁止の禁令が解除された。これまで上演に猛反発していたキリスト教の、教信者たちの力が封じられたためである。即日上演され、 大反響を呼んだ。18世紀にヨーロッパで盛んになった町民劇の先駆的存在とも言える。町民劇では観客と同時代に生きる新四宿城突然襲う不幸をテーマに主人公の悲劇に観客は涙し共感を覚え魂は浄化されて美徳を愛するであろうという主張が貫かれる。本作品の場合、オルゴンは 自分の愚かさによって不幸がその身に降りかかるが、彼の家族は全く違う。彼らは、タルチュフの正体を看破しているにもかかわらず、オルゴンの共振のせいで、様々な不幸に襲われる。それどころか財産の全額贈与などという愚行によって、一家の主として、家族を慈しまねばならないオルゴンに裏切られたショックは、大きい。まさにこれは、町民劇の世界そのものである。 魔法の島の楽しみにモリエールとその劇団が参加し、本作を上演したのは戦術の通りである。この催しについては、モリエールの劇団で会計係を務めていた、ラグランジュのつけていた、帳簿に、以下のような記述がある、一座は、国王の命令により、この月の最後の日に、ベルサイユに赴き、5月22日まで、そこに滞在した。エリードメのほか、 また迷惑な人たち、強制結婚、それに、タルチュフの三幕が上演されたが、それらは、最初の三幕であった。これと同様の記述が1682年にラ・グランジュの手によって刊行された、初のモリエール全集にも見える。こう考えると、この催しで上演された、タルチュフが、言葉通りに、最初の三幕のみ上演されたのは、疑いの余地がないように思えるが、 彼の残した、帳簿の記述には、しばしば彼が後から手を加えたと、おぼしき部分が多々あるため、うのみにすることはできない。この記述がそうであるかどうかは判然としないが、他の作品については、何の言及もしていないのに、タルチュフに限って、なぜわざわざ、最初の三幕と記したのか、この記述をめぐっていろいろな説が提出された。未完作品であったとする説、 三幕、完成作品だったとする説、現在の四幕目を含む三幕物だったとする説など、様々だが、決定的な証拠が見つかっていないため、確かなことは何もわかっていない。ところが、もしこの時の作品が今日残る数字で、かつ三幕までの未完成作品であったと仮定すれば、そこに、モリエールやるい14世の作為を見出すこともできる。 第三幕までのオルゴンといえば、どうにもならないおめでたい男のままで、ちょうど第三幕で、その強心による愚行が、頂点に達しており、自体は、良い方向へ進むどころか、一番悪い方向へと、転がっている。このような、愚かさは、中世フランスの衝撃で、呼吸が見せるものであった。ただ笑えればいい衝撃でならそのような結末もいいかも、しれないが、 本作のように信仰心を取り扱う舞台では、このような幕切れは深刻である。この幕切れは悪徳の境以外の何者でもないからだ。オルゴンだけは、自業自得の喜劇的な人物として描かれているが、それ以外の登場人物は、オルゴンの行為に割を食う悲劇的人物としか、描かれていない。それだけに、インパクトは強く、共信者たちの前で演じるのが、 効果的という判断も可能になる。成立過程の項目で、ボアローの言葉として見たように、モリエールは事前に国王の面前でこの作品を朗読しているのだから、そのことは国王も承知していただろうし、この作品を上演させることで、宮廷にまで深く救い、自分を散々悩ませてきた。 生体秘跡協会をはじめとする新人家や偽善者たちへの十分な警告となり得るからである。バロック演劇の特徴として、視覚の不確実性、偽りの外観などがある。簡潔に言うと、召使い会だと思っていた男が、実は王子だったとか、見ていることが、必ずしも真実とは限らないということである。モリエールは、 もともとこれを実際に仮面をつけて表現していたが、次第に仮面を外して、登場人物の内面的な描写を介して表現するようになっていった。本作ではその内面を介しての表現方法が大いに使われている。本作の大一幕第五形にて、クレアントは、狂心的なオルゴンに、以下のように言う、クレアント、世の中には、偽の勇者がいるように、 偽の信者もあるんです。名誉に導かれて進むとき、真の勇者は大騒ぎするもんじゃない。それと同様、もって、反とすべき間の良き信者は、行々しく、しかめ面をしてみせたりするもんじゃありません。一体、おぎけいさんは、偽りの信心と本物の信仰とを、全く区別しないのですか この二つを同じような言葉で扱い、仮面に対しても素顔同様の敬意を払い、ペテンを誠意と同列に置き、見せかけと真実をごっちゃにし、幽霊を人間と同じく尊敬し、偽金を本物同様に認めようというのですか一刻も早くタルチュフの正体に気づいて、欲しいクレアントの意見に対して、オルゴンは耳を貸そうともしない。オルゴンにとって、 見えないものは存在しないからだ。彼は堅くなに自分の目で確かめたもの以外は信用しない。だからこそ、教会でつぶさに見た、タルチュフの信心深い姿を見て信じ込んだのであるし、ダミスに、タルチュフの不義の現場を抑えたと訴えられても、死がにもかけずに尻けてしまうのだ。ずる賢いタルチュフは、この点を巧みに利用する、タルチュフ、こんなことで、 どうして私の肩をお持ちになるんです私だってどんなことをしでかさないとも限りません。あなたは私の上辺だけを信用していらっしゃるのですか信心深く振る舞うから私がいくらかマシな人間だと思いになるんですかいやいや、あなたは外観に騙されていらっしゃる。残念ながら私は人の考えるような立派な人間ではありません。 みんなは私を立派な人物だと考えています。しかし、身を言うと、何の価値もない人間なのです。オルゴンは見事に、この、タルチュフの策略に引っかかって、ダミスを感動してしまう。彼は相変わらず、自分の目で見たこと以外は信じないのだ。オルゴンのこの癖を知っている妻、エルミールの基地によって、ようやく、タルチュフの不義の場面を目撃し、ようやく目を覚ます。 だが本作品には、もう一人、自分の目で見たこと以外は信じない人物がいた。オルゴンの母、ペルネル夫人である。モリエールは、ペルネル夫人を使って、上辺の危うさを解き、それまでのオルゴンの盲信に対する痛烈な皮肉を、込めた場面を描いた、ペルネル夫人、人はいつだって悪口をまき散らすものよ。防ぎようにも、世間様相手ではどうにもなりません。 オルゴン、そんな無茶な話があるもんですか。私は見たって言っているじゃないですか。この目で見たんです。見たと言ったら見たんです。何度繰り返して、大声で叫べと言うんですか。ペルネル夫人、おや、まあ、人はしょっちゅう見かけに騙されるのさ。見たことだけで、いつも判断するものではありません。他の登場人物のように事柄や、人物の本質を見抜く力のないペルネル夫人は、 人はしょっちゅう見かけに騙されると言っておきながら、まさに自分自身がそうであることに気づかない。このように俯瞰すると、本作は、目は開いていても全く見えていない人間と、本質を見抜くことのできる人間の対立関係から、成り立っていることがわかる。そして、前者のような人間が、エセ新人家の姿を目の当たりにしてようやく目を覚ます。だが目を覚ますことはできても、 それまでの愚行によってもたらされた結果を覆す力はない。唯一それが可能なのはデウスエクスマキナタル国王陛下であった。国王の代理として経理は次のように述べる。経理、どうぞご安心ください。我々は詐欺欺瞞を目の敵とされる国王陛下のもとに生きているのです。陛下のお目は人心を あまねく洞察され、いかなる詐欺師の十作をもってしても、これを欺くことはできません。陛下は、鋭い判断力をお備えになっており、常に物事を正しくご覧になるのです。この男も、陛下のお心の隙につけ入ることはできませんでした。陛下は、さらに巧妙な罠を張ることにより、この男から身をお守りになったのです。陛下のご明察は、 この男の心に隅々に救う卑劣な考えのすべてをいち早く見抜いておられました。万能の絶対的権力者である国王は、その鋭い判断力を持って、ルチュフの正体を看破し、オルゴンを守った。こうして、芝居は大断円で幕切れするわけである。また、以下の場面は17世紀当時の聖職者の腐敗を的確に描写している。 あらゆる責任を神に転嫁し、天の代理人のような顔をして、他人の行動を身勝手に都合よく裁くタルチュフの姿に、聖職者たちの姿が被るタルチュフ。ああ。できるものなら私も喜んでそうしたいのです。私だって、あの青年を別に悪く思っているわけではなし、全てを許しています。何一つ責めようとは思いません。心から、 あの人のために尽くしたいとさえ考えています。しかし、神のおぼしめしがそれに反対なのです。あの青年がここへ戻ってくれば、私が出ていかねばなりません。あんな途方もない振る舞いをされた後で、私たちがそ知らぬ顔で付き合っていたら、帰って悪い噂が立つでしょう。さっきも申し上げた通り、私の心は、もうあの人を許しています。これこそ、 神の命じたもうことを行うことではありませんか。しかし、今日のように騒ぎ立てられ、侮辱を加えられたからには、神も私が、あの人と一緒に暮らすことを、お命じにはならないのです。モリエールは、偽善者の卑劣を暴く、この手法を、次回作の、ドンジュアンでも、ほぼ同様の形で用いている。タルチュフが、狂信者たちの激烈な攻撃を受けて、 上演中止になったために書き上げたドンジュアンで同様の内容を盛り込んだのである。などがある。ありがとうございます。